メジャーリーグ・ベースボール、翔平・大谷、惨めな敗戦からわずか、試合終了後10分でキロに着く。厳しい8月の悲劇、チーム内に広がる重い空気。アストロズ11、エンゼルス3、日本時間13日、ヒューストン。日本時間の12日、大谷翔平投手が所属するエンゼルスはアウェーで行われたアストロズ戦で、3対11で敗北し、連敗が2となった。連続2試合で先発投手が7点を失うなど、 試合の流れをつかむことができず試合の行方は早々に決まってしまった試合終了後のチームのクラブハウスでは2日連続で静けさが漂ったその日先発投手のアンダーソンは4回にタッカーに対して三ランを浴びるなどして5回途中で7点を失い降板せざるを得なかった一方大谷は6回に自身今シーズン最速の打球速度118.3マイル約190.4キロで右翼フェンス直撃の二塁打を放ち 2点目のホームを踏みましたが、8試合連続でヒットがなく、今シーズンワースト記録となる出来事となりました。試合が終わった後、クラブハウスの前には監督会見を待つ記者たちが並んでいた。その前を外野手マイク・トラウトが通り抜けて帰っていった。その後、すぐに私服姿の大谷も姿を現し、通訳の水原一平と共に帰路に向かった。試合が終了してからまだ10分ほどしか経っていなかった。今年の4月 翌日のデーゲームで登板予定だった大谷はフィル・ネビン監督から家に帰って休んでと言われたが大丈夫です勝った時にチームメートたちと一緒にいて握手したいんですと早退を断ったエピソードがあったしかしこの日9回になってもベンチに大谷の姿はなかった試合終了後の取材もネビン監督とアンダーソン投手が反省の言葉を述べるだけで史上最短となる約5分ほどで終わった トレード期限に向けて補強を行ったにもかかわらず8月に入ってからは7連敗のスタートを切ってしまった大逆転のプレーオフ進出に向けて必死に戦っているものの同じ地区に位置するアストロズとの2試合で計22点も失点し厳しい戦いが続いている今シーズンのエンゼルスは積極的なトレードでの補強がこれだけの結果をもたらしたわけですからね細かいことを指摘すればキリがないですが 今回の成績によっては組織の上層部も責任を取らないといけないと思います。監督やコーチを変えてもそれだけでは同じことの繰り返しになる可能性がありますので GM を新たに配置して新しいチーム作りを根本から進めていってほしいと考えます。買収されたといっても S 級や A 級の選手をほとんど獲得できず補強は中途半端に終わってしまいました。選手たちのの意識の違い あるいはレベルの差がはっきりと浮かび上がっていますね。大谷ももっと高いレベルのチームでプレーすれば、まだまだ成長できる余地があると思います。本人的には、2018年に自分の意思でエンゼルスに入団したことで、ポストシーズン進出を果たしたいと思っているでしょうが、逆に言えば、居心地がよく楽しいチームだと、競争や厳しさが足りないとも言えます。他の選手を観察していると、負けたときに落ち込むだけで、 本当に悔しいと感じているのか疑問に思うこともあります監督の方針も見当たらず勝ちたいと思うのならセットプレーの状況でノーアウトでランナーが二塁の場面でもバントを試さないのかと疑問に感じることもありました1アウトでランナーが三塁の場合次の打者は犠牲フライでも10分有効なのにあらゆる面で野球の知識が低いチームだと言えるでしょうあとわずかのところでホームランが2本出ましたもう少しでしたね 本当に8月4日の4 5ホームランが水の泡となったあのひどい敗戦から運が向いたようなエンジェルスの姿がありますそのおかげでエステベスは出場のチャンスがありませんでした申告敬遠は必要ありませんでしたただヒットはしっかり打ちました明日は初速が190キロじゃなくてもホームラン1本出るといいですね中途半端なな補強しか行われていないため この結果は当然と言えるでしょう。監督や GM が交代されない限り、今シーズン以降もプレーオフ進出は難しいでしょうね。GM と監督の両者は、振り回すバッターを好む傾向があるようですね。これでは勝利を収めるのは難しいですよ。投手陣の補強も、ジオリトとロペス以外は意味のないもので、行き当たりばったりな感じが強いですね。特に、シャーザークラスの先発投手と救援投手の補強が急務です。 毎年恒例の長期夏休みに入っている選手が最高年俸を持っておりチーム内でナンバー1の実績を持つ選手も怪我からの復帰がなかなか進まない状況です大谷も少し気持ちが落ち着いているかもしれませんね個人の記録を追求するだけでも頑張ってほしいと願いますメジャーリーグ・ベースボール大谷翔平の存在は人気の急上昇に不可欠西の強豪が必要とするカリスマ大谷以外に 誰がが同じことができるだろう今シーズン終了後にフリーエージェントとなる大谷翔平投手についてどのチームが彼を獲得するのかについての議論がシーズン中も激しく続いていますさまざまな球団の名前が挙げられる中でエンゼルスと同じく西海岸を拠点とする名門ジャイアンツが世界一8度の名門として有力な候補になる可能性もありますこれについて米国の記者が解説しています米国のスポーツ専門局 MLB ネットワークの番組 MLB ナウザ SHOWDOWN に出演したのはニューヨークの新聞ニューヨーク・ポストのジョエル・シャーマン記者でした元メッツの GM であるスティーブ・フィリップス氏が大谷が重視するのは地政学的な要素と勝てるチームかどうかだと言われていますがもちろんお金も重要でしょうと話し現在の所属チームであるエンゼルスやドジャースパドレスマリナーズなどの西海岸のチーム名を挙げながらジャイアンツはどうでしょうとシャーマン氏に問いかけました ジャイアンツは今オフ、チームに新たな影響をもたらす選手を模索していますとシャーマン氏は述べました。投打の力に関することはもちろんのこと、2014年のワールドシリーズ制覇以降、観客数の減少に悩むチーム事情も影響していると指摘しました。もしジャイアンツが観客を呼び戻し、動員数を増やしたいのであれば、この選手以外に誰がその役割を果たせるでしょうかと彼の存在が人気上昇に不可欠だと強調しました。さらに フィリップス氏のの以前勤めていた東海岸の球団であるメッツについても触れましたメッツが客観的に考えるという姿勢をとっていることは理解していますがオーナーのスティーブ・コーエンが「この選手大谷と対話しないと考えるのは難しいでしょう。いくらの契約が必要なのかと聞かないとでも思いますか?と」とコーエンの豊富な資金力を活用して二刀流選手を獲得するために動く可能性があると予測しています。ドジャース ジャイアンツ、マリナーズあたりが良いかもしれませんねエンジェルスがプレーオフに進めなくても2桁の勝ち越しを達成するなど可能性を示せば契約延長も考えられたかもしれませんがエンジェルスでの残留はかなり難しいと思います実際エンジェルスの試合はストレスを感じることが多いのであまり見る気にはなりません大谷翔平についてほとんどプライベートがないと語られ同僚は 知られていない側面について答えることができず、驚くべきことだとコメントしました。米メジャーリーグのエンゼルスチームの大谷翔平投手は、12日、日本時間13日に敵地で行われたアストロズ戦で、2番 DH として出場し、4打数1安打2三振の成績を残しました。チームは3・1・1で敗れ、2連敗となりました。この試合の全米中継中に、大谷の同僚であるパトリック・サンドバル投手がマイクを持ち、 実況席からの質問に答えました大谷の知られざる一面について尋ねられるとサンドバル投手は笑顔でそんなにないんじゃないかなでもクレイジーな一面もあるよとコメントしました米国のスポーツ専門局 FOX ス,スポーツで全米中継された試合3回のエンゼルスの攻撃中大谷と仲の良いサンドバルが実況席に登場し会話を交わしました球界を代表するスターである大谷とチームメートのマイク・トラウト外野手について尋ねられると サンドバルはギフトだよ彼らが毎日のように素晴らしいことを成し遂げているのを見ると感謝せずにはいられないねと即座に答えました大谷について一般の人々があまり知らないことはありますかという質問に対して笑顔で答えました正直に言うとよくわからないなと笑いながら言いました人々が知らないことはそんなに多くないんじゃないかなクルーやメディアが毎日彼のことをフォローしているので彼にはあまりプライバシーがないんだ それがちょっとととクレイジーだだ思うんだと人気ぶりに驚きを表現しましまた。二刀流の困難さについて信じられないほど難しい彼がこれまで3年間も高いレベルでやっているにもかかわらずまだまだ人々は本当の難しさを理解していないと思うんだ登板の翌日には身体を動かすだけでもかなり大変なんだよと自身の経験を交えて語りました「本当にクレイジーだよ」と繰り返し話していましたサンドバルの言う通りだと感じます。 投げて抑えて打ってホームランの大活躍、もうすっかり慣れっこになりましたね、再確認する必要はありませんが、もう一度強調すれば、二度と現れないであろう素晴らしい選手です。大谷の活躍をリアルタイムで見ることができることは、幸せなことだと言っても過言ではありません。誰が言ったかは忘れましたがある選手がインタビューで述べた言葉がありました。それは100年後。 今の大谷を見ている人が誰もいなくなっても彼のことは語り継がれているでしょう今シーズンはわずか2試合しか休んでいませんチームは困難な状況に陥ってしまっていますが今シーズンも最後まで怪我をせずに戦い抜いてほしいと願います2度目の MVP もほぼ確定と言えるでしょう頑張ってください大谷エンゼルスずっと応援しています